今まで海外行って私ずっと漫画読んでたんですよ。何かと理由をつけて外に出ないっていう。これ正直もう毎年言ってるんですけど。イケてる女性は皆さんピラティスをやられてるので、まあイメージですけど。その内側の方です。水革命のアクエリアスニューウォーターということで、広瀬さんはこれから何革命を起こしたいのか発表をお願いします。はい、私はアクティブ革命を起こしたいです。おお、これどういったことでしょうか。もうこれ正直もう毎年言ってるんですけど。 なんか1年通して思ったのが、私何かと理由をつけて外に出ないっていう。なんか昨日とかも実はお友達に、花見やってるんだけどどうって言われて、いやちょっと今ちょっと花粉があるからお花見はいけないとかって言って、結構理由づけて家にこもってることが多いので、ちゃんと理由を作らずにどん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 外に出たいなという思いも込めて、アクティブ革命ですかね。いいですね。広瀬さん、最近思ったより丸々だったと驚いたことありますでしょうか。そうですね。最近海外が行きやすくなったじゃないですか。で、先日ちょっと2カ国ぐらいお仕事ですけど行かせていただいて、今まで海外行って私ずっと漫画読んでたんですよ。景色も見ずに移動中とか。でもなんかふと顔を上げた時に、あ、海外の景色ってこんなに素敵なんだなとか、なんか開放感がやっぱりあるなとか、思ったより私海外楽しめてるなって思いましたね。そこに昔と違う自分がいて驚きました。これからもいろんな国に行くのを楽しみに。そうですね、行けたらいいなと思っております。アクティブ革命を起こそうとおっしゃってましたが、はい、この新年度新しく始めたいことありますでしょうか。そうですね、イケてる女性は皆さんピラティスをやられてるので、イメージですけど。ピラティスをやってみたいなと思います。